お団子の上にあれですよね、女の子乗ってる方ですか。書きますね今から。ハッピーバースデーありがとう。ちょっと汗拭きますもう一回。前髪ぐしゃぐしゃじゃん今3位の方、ありがとうございます。本当に申し訳ないじゃない、間違えた、ごめんなさい、ありがとうございます。本当に前髪やべ。おかず大丈夫なの本当にね。逆にいいんじゃないですかね。50分、嘘、早くない。1時間なんですよ、1時間までなんですよ。早いわ、ちょっと待って、お団子の方書きます。お団子の方難しいね。お団子の方、14茶おめでとうございます。19茶です。お団子の方です、ありがとうございました。あと8分ぐらい、そうだね、あと8分ぐらいだ。やばいやばい、かわいい、ほんとよかった。ということで残りわずかになってまいりましたが、ここでね私から皆さんにお手紙を書いてきました恥ずかしいわ、待って恥ずかしいんだけど、本当に読む、どうする、読まないってのもありですけど、どうしますか、どうします、読みます、本当に読みます本当に読む、どうしますちょっと待って、恥ずかしいんだけど、モバメで、あ、モバメで送るのもありですけど読みます私いや、そんな、そんな期待しないでください。私文章力ないし泣かへんし、私そんな泣く方じゃないんでということで読んでいきたいと思います。はい恥ずかしい、どうしよう、そんなこと言ってたらもう時間なくなるよ、もうなくなるので読みますね。アラーズの皆さんへ、いつも温かく見守ってくださってありがとうございます。加藤由衣、本日無事19歳になりましたこうしてたくさんの方々にお祝いしていただきて、私は夢を叶えたんだなとまた少し実感が湧きました一度は自分でダメにしてしまった夢です。何度か話せましたが、10期オーディションで戻ってくるときは本当に怖くて申し訳ない気持ちでいっぱいでした。それだけのことをしたので当然です。そんな私をここまで応援して見守っていてくれた皆さんに感謝の気持ちでいっぱいですし今はなかなか大変な時期ですが、これから楽しい気持ち、嬉しい気持ちを皆さんにお返ししていきたいと思っております。ヤッスンが再会したにもかかわらず風邪をひいてしまうという悲しいことになってしまいましたが、エコパでのお披露目で感じたドキドキをまたいつか味わいたいし、それを共有するのは皆さんであってほしいです。アラーズの皆さんが大好きで、皆さんが好きでいてくれる私を誇らしく思います。これからも応援していてほしいです
かと良い。ありがとうございました。ありがとうございました。7000人の皆さん見てますか？ありがとうございました。ということで、絶対会いましょう。ありがとうございます。やめて。涙と私ということで、今回の生誕祭は終わろうと思います。ありがとうございました。草を生やすな。めっちゃタイプの顔です。可愛い。詳しく知りたいです。ありがとうございます。 SNS はねまだ研究生なのでできてないんですよね。メリークリスマス。メリークリスマスです。あーやだやだやだ、嫌じゃないよ。鼻水気をつけような。鼻水だ、気をつけます。あーもう終わっちゃうよ。こんな展開になろうと本当にね。ありがとうございました、見てくださって。はい、タワー本当に、え、待って、どこで、ありがとうございます。どこ、もう見つけられない。また明日もタワーが見つけられない。ごめんなさい。タワー、パンダの方、ギターを持ったパンダの方、ありがとうございます。ちょっと書いてたらね、ランキング読めないので、ちょっとランキングをね、ごめんなさい、ごめんなさいね。パンダの方ね、微妙なタイミングだって。全然大丈夫です、大丈夫です、全然大丈夫です。ありがとうございます、本当に。スクショしてまた次回書かせてくださいね。よいしょ、えい。ベースなんだこれ、ギターだと思ってた。また次回に続きます。はい、ありがとうございます。待って、50件、待って、すぐやります。すぐランキング読みます。13位が明石焼きの方です。ありがとうございます。12位が牛乳パックの方です。ありがとうございます。11位が四段重ねのワンちゃんの方です。ありがとうございます。やばい。10位がベースを持ったパンダの方です。ありがとうございます。9位がニキちゃんの方です。ありがとうございます。8位が天使の方です。ありがとうございます。7位が限界って書いた方です。ありがとうございます。6位が月を持ったクマちゃんの方です。ありがとうございます。5位が白いジャケットの方です。ありがとうございます。4位が黄色い枕の方です。ありがとうございます。3位が